素敵に見せて。さあ始まりました、素敵に見せて。この番組は私松本ひろえと私上田ますみの2人が中心となってお届けするビミセストークバラエティ番組です。ちなみにビミセスとは美意識の高いミセスのことです。毎回今知ってもらいたいゲストを迎えて、普段ブログやツイッターなどには書いていない番組ならではのトークや企画などバラエティに富んだ内容でお送りします。放送はフレッシュライブとニコニコ生放送の2曲同時生配信でですので、見ている方はコメントの書き込みをじゃんじゃんお願いしますね。また中野にある中野 M スタジオからお届けしています。公開生放送ですので、お近くの方は今からでも遊びに来てくださいね。まずは出演者の紹介をします。私は素肌美容アドバイザーの松本ひろえです。よろしくお願いします。はい、私はモデルの上田ますみです。どうぞよろしくお願いいたします。まどかと申します。よろしくお願いいたします。はい、私は、着物着付け講師岡田直美です。よろしくお願いいたします。私はメンズネイルケアデュードとレディースネイルケアデュームを経営しております川上智子と申します。よろしくお願いします。はい、着物イメージコンサルタントの若柳かりんです。よろしくお願いいたします。はい、今日はこのメンバーでお届けしていきたいと思います。はい、そしてこの番組はテロップの方をお願いします。出ますかね。あと3秒テロップ。はい。はい、そしてこの番組は地元に強い不動産ネットワークでおなじみのセンチュリー21グッドワンサービスと、はい、モデルのような写真を撮ってみたいという女性が憧れる夢を叶えるアーニーズスタジオの提供でお送りします。コメント入れていただくとコメント出ます。はい、8時からひろえちゃんが出ると聞きました。楽しみ。ありがとうございます。20日ぶりだね、ひろえさん。そうですね、前回の放送から20日ぶりですので。 ありがとうございます。そういうことですね。やっぱひろえさんのことがいっぱいで、ひろえさん色っぽい。ありがとうございます。今日は着物ですね、浴衣でね。で次ひろえさん、むちゃくちゃ綺麗と輝いてますということで、皆さんお綺麗です。他の方のコメントもぜひ、ね、入れていただいて、ひろえさんばかりすいません ね最初ひろえちゃんの他にも ね無理して入れても、無理して入れてもいいんですよ。はい、無理して入れてくださいね。はい、はい、さてここからは皆さんに私たちのことをもっと知っていただきたいので、詳しく自己紹介していきたいと思います。はい、まず私から。はい、私は素肌美容アドバイザーの松本ひろえです。ちょっとこれ、あ、こっちね、これ言っていいですか。今日これね、
私の字じゃないんですよ、実は。なんかひろゆさん字変わったとか言われそうなので。これあのプロデューサーのケミンさんが今日書いてくださいました。はい、私は30年続く素肌美容メソッドをお伝えしております。毎日ノーファンデーションで過ごしています。もちろん今日もノーファンデです。毎日ノーファンデです。はい、2017年ミセスジャパン日本大会のファイナリストに選ばれました。趣味は体を鍛えることと最近始めたフラメンコです。よろしくお願いします。私はモデルの上田真澄です。普段は顔ヨガ、ヨガ、見せるウォーキング、リメイクウォーキングを行っています。見せるウォーキングとはコンテスト、パーティー向けに行っていて、リメイクウォーキングは一般の方向けに行っています。はい、2017年にはミセスジャパン日本代表に選ばれ、世界大会で準グランプリを受賞しました。はい、よろしくお願いします。まどかさん、はい、お願いします。ヘアメイクをしております、まどかと申します。私は最近は映像関係のヘアメイクをすることが多いので、映画だったりドラマだったり あのキャストさんのヘアメイクをさせていただいております。芸能人の方とかキャストさんっていうか、そうですね、うん、はい、あの女優さんとか、女優さんとか、はい、すごい素晴らしい、一線で活躍されてて、素敵。一線ではないんですけど。すごいですよ。はい、なかなかね、そういうところでね、すごいですもんね。本当今日はありがとうございます。今日みんなの髪型を全部まどかさんが。素敵。かなり違うので、あの簡単なあざとかはやるんですけど、なんでハロウィンメイクとかですかね。はい、あ、まどかって名字ですかって。まどかは名前です。本名は縁一文字で書いてるんですけど、一応ちょっとアーティスト名としてまどかでやらせていただいて、はい、縁一文字、まどかひろしのまどか。お仕事までは行かない
も、うん、あのそうですね、一度かじってみたいなと、人に着せてみたいな、着てみたいなという方、うん、はい、ぜひ、横浜までいらしていただければ、うん、教えさせていただきます。はい、そうなんですね。はい、でちなみにあの個人レッスンっていうと、はい、いくらぐらいですかね。ちょっとなんか高そうな気持ち、はい、ね、お高いでしょみたいな。ですね、プライベートだとやっぱり90分8000円になっております。違って、はい、あの装飾とか色付けはしないんです。なるほど。ネイルケアといって、うん、爪の周りをきれいにしてピカピカに磨くんです。甘皮を取るとか、ささくれを取るとか、そうなんですよ。そういう形ですね。今日ね、皆さんお爪きれいにされてますか？男性多いんですけど、みんな爪隠しちゃう。手がグーになってますよ。手がグーになって爪隠す。爪とか手はいつも見られてるんですよ。名刺を差し出すとき、握手をするとき、グラスを傾けるとき、お食事をするとき、必ず手先、爪って見られておりますので、ぜひ身だしなみの一つとして靴を磨くように爪も手も磨いていただけたらと思って、メンズネイルケアデュードを経営しておりますので、よろしかったら皆さん来てくださいね。大変前ですよね。そうなんです。私も行ったことあるんですけど。そう、ゆうちゃん、ありがとう。徒歩ね、1分でね。あ、そうなんですか。そうなんですよ。青山通り沿い、青山通り沿いの交差点の近く、ね、そうなんです。すごい近いです。気楽に行かれるぐらいな。そうなんです。そうなの、あのね、男性のネイルの部屋と女性の部屋と別なんですよ。そうなんですよ。あ、じゃあおしゃれに男性もやっぱり男性完全行きやすいと思う。あの男性と女性部屋は別々 で完全個室なの で、ね、プライバシーが守られます。ちょっと待ってくださいね。完全個室でプライバシーが守られるって言ったら、はいはい、やっぱり何また変なこと考えたら
お高そうじゃないですか。銀座のクラブのママさんみたい。あれ、マスミさんのことですよ。私、銀座のクラブのママさん。この中でママみたいな人いないの。他に雇っていただきたい。よろしくお願いします。すごい安くて、はい、一番安いので3000円からございます。レギュラーで6000円ですので、もうぜひ一度試してみていただけたらと思いますので、お待ちしてまーす。じゃあ男性の方もぜひ、ね、女性もやってます。ネイルサロンではなくネイルケアになってますので、ぜひお爪をきれいにしていただければと思います。あ、じゃあ女性の場合はアートもちゃんとやってくれてる、はい、はい、アートもやるんですけど、ケアの方がケアの方専門です。あ、なるほど。やはり手は年齢が出ますので、確かに顔と違ってお化粧で隠せないんですよ。そうですね、はい、確かにそうですね。ぜひ手のケアをしていただいて、はい、アンチエイジングやっていただけたらと思ってます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ではお願いします。はい、はい、若井かりんと申します。私は、着物とかあと和の文化が大好きで、そういう素晴らしさをいろんな方に知っていただきたいなと思いまして、2年前から、第3日曜日は着物の日というのを、企画して、毎月第3日曜日に着物を着てお出かけをするっていう場を作っています。はい。第3日曜日が何て言いましたっけ。第3日曜日は着物の日。着物の日、はい、です。なんかそういう日決まってるんですか。これは私が、きちんと毎月必ずやろうって決めた日が、うん、たまたま第3日曜日だったっていうのと、あ、はい、あとやっぱ月末月初忙しいですよね、皆さん。確かに、はい、お仕事されている方たち、うん、で日曜日ってお休みの方も多いかなっていうのもあったり、うん、で、まあ、第2日曜日でも良かったんですけれども、うん、その第2日曜日って言いにくくないですか。第3の方が言いやすさで決めたみたいな。第3日曜日の方がなんか言いやすくて、こう印象にも残るかなっていうのもあって、で第3日曜日にちょっとこだわってみようかなっていう、あと予定を立てやすい。そうですね、はい、カレーの日かと思ったってことですね。第3日曜日はカレーの日みたいに思ったって。着物の日です。着物の日、はい、じゃあ第3日曜日はカレーの日じゃなくて着物の日ということで、なんで第3日曜日になると着物姿の、ね、方たちが街にこう溢れていたら、あ、いいですね、とても素敵だなって、はい、思って、それを広めたい、広めたい、はい、うん、です。じゃあみんなで広めないと。そうなんです。しつけを先生にしていただいて、 その後第3の日曜日、みんなでね、みんなでね、お出かけ。実は先ほどね、紹介していた直美先生、私のその第3日曜日着物の日の活動で着付けを担当してくださってるんです。ありがとうございます。なので毎月一緒に、ね、はい、やらせていただいて、このメンバーで、ね、行かないと。じゃあ待って、第3日用品、なんでそんなこと言ってるんですか。第3日用品、カレー日曜日です。じゃあみんなで着物で、着物の日、はい、でその時は銀座に行く。どうですか。あ、いいです。銀座のママさん、銀座と共に、ね、はい、じゃあそうしましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。なんか違う番組になってます。さて、ここからはトークコーナーです。テーマに沿ってトークしていきたいと思います。では最初のテーマ、ますみさんお願いします。はい、最近皆さんとても暑くないですか。すっごい暑いですよね。暑いね、体調悪くなったりとか、こうなんか熱中症になって食欲が、ね、落ちたりとかっていうことないですかね。あります、ね、ありますよ ね、 なんかね、暑くて暑くて食欲なくなったり、ね、ね、でそんな時にどんな食べ物が皆さんね、おすすめにできるか、皆さん、テレビの前の皆さんたち、私たち みんなが、うん、どんなものがおすすめかっていうものを用意しました。これから紹介したいと思うんですけれども、写 真、 出るかな、写真が出るかしら。お願いします。お願いします。夏のお気に入りメニュー、誰のが出るかね、分かんな い、 かんない、はい、ちょっとドキドキ、そうドキドキ、そう、あ、出た、出た、これはどなたですか。まどかさん。私ですね。まどかさん、はい、はい、これは、これ何かね、冷やし中華です。冷やし中華、はい、ですね、冷やし中華大好き。冷やし中華、そうですね、うん、お店のとか
じゃなくて全然、うん、あの家手作りこれ。え、これ手作り？ちょっとこれ私のじゃないんですけど。ご主人？すみません。はい。すごい！ご主人の手作り。プロの方だったね。すごい。いや、お店のかな。お店のだと思った。彩りがすごい。ごまがたっぷり。ね、すごいヘルシー。全部かけるというか綺麗に盛り付けて、ねね、ちょっとそう、私あまりちょっと料理あの苦手なタイプなので、あまりしないんですけど、もともとすごい好きなのは、やっぱり私の母が作る冷やし中華で、そんなこと言っちゃっていいんですか？そんなこと言っちゃっていいんですか？おふくろの味にはかなわない、ね、やっぱりなんか多分タレがちょっと普通のと違うんですよね、作り方が。どういう味っていうか調味料っていうか。酸っぱいです、酸味。お酢が入ってる。醤油とお酢とごま油で作るみたいな感じ。中華風。いや全然普通のドレッシングみたいな。普通のお酢です、昔からなんで。なんですけど、ずっとまあそれで育ってきてるんで、やっぱなんかお店とか、うん、あのコンビニとかで売ってるようなのってちょっと甘いじゃないですか、うん、確かに確かに、酢のなんか効いてない感じ、うん、だいぶ慣れてきたんですけど、やっぱなんかあれで冷やし中華っていうのに育ってきたから、うん、なんかあの一口食べたらむせちゃう系そんな酸っぱいの置いてあるお店とか、あ、ありますね。結構女性好きですよね、お酢をかけて。本当に、ね、夏なんか素晴らしい。でもご主人、ありがとうございます。次お願いします。誰かな、誰かな、何番目に出るかドキ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 する。私も知らない、ね。さあ、あ、これはどなたでしょうか。あ、なんか美味しそう。お、これなんですか。これはちょっと写真だとあまりわかんないです。これは、アイスケーキなんです。はい、ケーキを冷凍したやつ。アイスだけでもなく、もちろんケーキを凍らせたわけでもなく、普通のケーキっぽく見える。見た目は普通のケーキなんですけど、あのアイスでできてる部分もあり、でもスポンジもちゃんとあって、うん、あの凍らせてるのに柔らかいんですよ、スポンジが。そう、でもアイスなんですよ。どうやって凍らせるのに、なんか分かんないんですけど、でもやっぱり特殊な技があるのか、マルヒなのかな。表参道にあるお店なんですが、表参道、そうなのに、お店から近い。じゃあ行ってみようかな。そうですよ、みんな表参道。あ、みんな表参道。そうそう、じゃあ聞いてみ。え、なんていう店？はい、ね、お店の名前はね、グラッシェルっていうお店ですね。はい、グラッシェル。ちょっと路地入ったところなんで、今度連れてってください。じゃあ、ぜひ。じゃあ、第3日曜日着物を着てアイスケーキ食べに行く。はい、ですね。じゃあ、そういう企画で。企画で。はい。これって夏限定メニュー？もう1年中、このお店はもうこういうお店なので、1年中やってます。あれ、1人分？あ、1人分です。で、あんなにいっぱい乗ってんの？そう、あのね、ちょっとカットはそんな大きくはないんですけど、あの3種類、はい、盛り合わせみたいな感じで選んで、そう、たくさんある中から、いちごとなんだろう、マロン、モンブランかな、で、あと、なんだろう、白桃かな、白桃な気がする、なんかそんな感じですよね、ピーチっぽいような。美味しそう。いっぱい種類があるので、その種類の中から3つチョイスして、そう、自分の好みで行きたい、はい、行きましょう、行きましょう、行きましょう、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。次お願いします。なんか今頃でも冷たいんでしょ。冷たいんですよ。冷たいよね、アイスケーキ。夏のおすすめメニューなので、夏のおすすめメニュー、美味しそう、美味しそう、美味しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。次なんでしょうね。はい、これどなたですか。私これすごい熱く見えるんですけど、うん、実は冷やしなんですよ。冷やし担々麺で、冷たい、そう、すごい冷たいんですよ、うん、でトマトが入ってるんですね、うん、そうなので、とてもあの体が冷える、
あのちょっと氷も入ってたりとかしてて、でピリ辛なんで、そう、美味しい、すっごい美味しいです。辛いの好きですか？大好き。あ、やっぱり大好き。もう全然美味しい。これどこの店ですか？これね、お店じゃないんですよ、実は。え、手作り？違う、手作りじゃない。お店でもなく手作りでもなくなったら何だろう、誰かのお家。あのね、いやいや、あのお店でやってるんじゃない、これね、ゴルフ場でね出してるメニューなんですよ、夏限定の、夏限定のメニューで、たまたまゴルフ場でそこでじゃないと食べられないということなので、申し訳ないんですけど、みんなに食べてもらいたいけどね、どっか探してに行かなきゃダメなんだ。ゴルフやらないとダメですね。ゴルフやって食べに行くために、食べに行くために、ゴルフやらないとダメ。そうなんです、そうなんです。で冷たいものばっかり食べてても、あのお腹ね、あれだけど、やっぱり辛いものを入れることによって、やっぱりあの暑さも体がね、冷えますね。そう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 、あのやっぱりカプサイシンとかああいうものを取っておいた方が、そう、寒い寒いでやってくれる、そう、すごい美味しいです、夏。ぜひ食べてみてください。はい、ありがとうございます。次でお願いします。出た出た。これどなたですか？美味しそう。私です。美味しそう。美味しそう。ありがとうございます。もう野菜もりもり食べたくて、なんかすごく暑いとなんか食欲が本当あのなくなってしまって、あの何もなんか食べたくないんですよね。だからこればっかりになる時もあるし、これ何？レーシャブみたいな。はい、レーシャブです。はい、豚のサラダ。はい、レーシャブサラダ。サラダです。あ、美味しい、美味しそう。シソとか、まあこれに私はちょっとパクチーを加えたりして。いいね、パクチーいいね。食べちゃうんですよ。ね、あの主人が苦手なので外します。え、じゃあご自身で作ってるんですか？直美さんの手作りよ。すごい、お店のお料理ね。上手。本当に大したことないんです。そこもない。すごい美味しそう。私ビンゴですよ、これすごい、すごい美味しそう。食べた。タレはごまだれとか、もういろんな種類のタレを、あのネギごま油だれ、ネギ塩ごま油つけて食べたり、美味しそう。あとはちょっとね、タイ料理のような感じでナンプラーとか入れたものでつけて食べてもいいし、すごい美味しそう。ね、美味しそう。食べたい。食べたい。じゃあ第三日曜日に。第三日。みんな行きたい行きたいって言っちゃうよ、ね、ほんとほんと、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次お願いします。どっちだろう、どっちだろう、どっちだろう。あ、出た。なんか大きい。ともこさんこれ私ね、はい、これは、うん、あの目白の志村というところにあります、うんうん、知ってますか？知らない。かき氷です。有名、有名、有名です。今度連れてて行きたい行きたい。あんまり甘いものが得意ではないので、うん、これ何味？これはですね、白玉。美味しそう。白玉氷。白玉だけ？白玉と練乳が。色がないですもんね。そうなんですよ。なんですね、もうね、氷のいい味とシロップと。え、何？氷に特徴があるの？氷に特徴ある？氷、私も実はここ大好きなんですけど、志村さんのかき氷。氷がふわふわとかさ。あの、氷ふわふわ。ふわふわ。あとシロップが手作りですね。だからね、お店で作ってる。あ、もちろん和菓子屋さんなので、うん、白玉も手作りでね。これってあれすごい大きく見えるんですけど、すごい、みかん何個分ですか？みかんね、みかん、みかん、十個さ、十個、20個、結構でも本当に大きい。一人で食べたらちょっと体が冷えちゃう感じ。でも食べれちゃう。でも食べれちゃう。美味しいから。美味しいし。よくスーパーでみかんが袋に入ってるじゃないですか。ネットのね。ネットとかね。
まあ、サイズ感は同じくらい。同じくらい。じゃあすごい。でも元がほら氷だからお水だから、うん、食べても全然ねお腹がプカプカにならないっていうか、いっぱいにはならないし。キーンとか来そうじゃないですか。でもあんまりキーンとか来ない。ふわふわだから。そうなんですか。もうぜひ暑い時にはもう。夏限定ですよね。でも。夏限定ですね。そりゃそうでしょう。ね、夏限定。雪が降ってる中ちょっと寒いですよね。そっから取ってきたみたいな。夏浴衣を着て、うん、第3日曜日。第3日曜日。あちこち忙しいね。フルメニューでいかない、うん、時間が足りないね。みんなで行きましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。残るは出なかったらどうしようだけなんだけど、もう終わりですとか言って、なんかすごい、すごいすごい、スイカ、スイカ、これねすごいでしょ、うん、何だと思う？スイカ半分、スイカ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 4なんですよ。へー、冷麺じゃなくって4。え、冷麺、え、いやそこでね、へーじゃなくてほーって、みんなへーって。もう一回、ごめんなさい、もう一回言う、もう一回言う、いいこれね、スイカほーなんですよ。おすごくない？すごい。スイカの半割りの器の中に、もうそれが器で、具にもあのスイカがゴロゴロ入ってて、でもあのスープはトマトベースのさっぱりしたスープで、うん、スイカの味がするの？それがね、うん、こんなのスイカ美味しいのかなと思って、意外と合うの。そのトマトのなんか酸味のあるスープとスイカの甘さが、ちょっとあのスープもあの辛いの入れるとね、辛くなったりして、よくねトマトジュースにタバスコ入れる感じね。そう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 。でこれね、あの実は去年の写真なんですけど、あのあるハワイアンのお店でね、あの写真のコンテストしてて、このスイカのメニューをあの SNS でアップして、その写真コンテスト、で一等取ったらハワイ旅行だったんですよ。一等、何等だったと思う？一等、三等。三等で、あのお食事券1000円。でもそれもすごい。すごいね。すごいでしょ、これね。あのスマホで撮ったんですけど、うん、右手でお箸持ってこう麺を持ち上げながら、左手で片手でピッて撮ったっていう、その割には上手に撮れる。上手上手。ということで、すごいね、夏らしいご紹介しました。ありがとうございます。何よ、半分でお食事券？何だっけ、お食事、お食事ね、うまい、すごい上手。半分でお食事券、そうです、上手、そうです、上手。はい、拾いがこんなに上手。ちょっと待って、ちょっと待って、なんか呼び捨て、呼び捨て。ちょっともう誰よ。でも性格は変わんねえなとかって、なんだ、ひろいちゃん不安多いわ。ね、多分あの人です。心当たり、ありがとうございます。コメントいっぱいください、ね。でも三等でお食事券は上手です ね、すごい上手。もうぜひスタジオに遊びに来ていただきたい。確かに、ね、本当に次回ね、はい、じゃあ今ちょっとね、トークコーナーね、この今の話で話が膨らみすぎて、あと2つテーマあったのが、もう時間の関係でできなくなりました。また次回ということで、次のコーナーに移らせていただきたいと思います。それでは次のコーナーは、浴衣の着方、見せ方、イエーイ。今日私たちね、みんな浴衣で出てるんですけど、夏といえばやっぱり浴衣ですよね。あの花火大会とかお祭りとか、最近だとね、浴衣パーティーなんかよくありますよね。浴衣着る機会多いと思うんですけども、今日は着付けの先生であるね、岡田直美さんにいらしていただいているので、浴衣についていろいろ教えていただきたいと思います。岡田先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
いします。はい、先生ね、はい、そもそも浴衣っていうのは何ですか。浴衣ですか。浴衣っていうかね、着物じゃないじゃないですか、浴衣って。そうですね。で、浴衣のルーツ、はい、どういうふうな。ですね、浴衣は平安時代に、うん、あの貴族たちが蒸し風呂に、サウナですよね、蒸し風呂に入るために、蒸し風呂で、あのサウナって熱い水滴がこう肌に、はい、あのつくので、うん、熱いその水滴を避けるために、うん、湯あみという、うん、あの麻で作られた着物なんですけども、それを、はい、仕立てられて、それは湯あみという状態で、はい、それが、はい、浴衣の発祥でございます。はい、それからもうすごい本当に簡略化してお話しすると、はい、江戸時代に入って、うん、綿がすごく普及し始めて庶民的なものになってきたんですね、綿花が、綿がね、あので、庶民的なものになると同時に銭湯が普及したんですね。たくさん銭湯ができまして、庶民にたくさん浴衣が普及されて、浴衣まだその時は湯あみなんですけど、はい、あのたくさん普及されると簡略化されるんですよね。なので湯あみが浴衣に変わった、だんだん変わっていったっていうのが、はい、あの江戸時代後期に、あ、はい、で、あの麻の素材のものが綿に変わったのも江戸時代後期でございます。はい、綿がすっごく高くて高くて、あの本当に貴族の方たちのお肌着にも使えなかったですね。そういう時代がありまして、で、あの江戸時代に湯あみから、湯あみじゃない、湯あみから浴衣に、はい、それがみんな庶民にこうやってね、はい、着れるようになって、お風呂上がりに浴衣を着るとなんでね、よくね、皆さんね、おホテルとか行くと浴衣が置いてあるじゃないですか。そうするとね、こうね、着てね、涼しいですよね。ね、汗も一緒こう吸い取ってもらえるし、はい、あ、そうなんです、汗を吸い取る。昔は、あの、そう、昔の浴衣は藍染めが多かったんです。虫よけと、あと、あの肌が荒れないように、はい、染めた綿で、すごい自然な、あれですね、蚊よけとか、そうですね、虫よけなんですね。はい、虫よけ、夕方お風呂から上がった時に着るものだったので、あの夕方虫が、ね、多かったりしますよね。そうですね、で、はい、確かに、ね、今みたいに蚊取り線香とかないですもんね。ね、ないですもんね。緊張マットとかね、ないですもんね。本当ですね、はい、まあ、そういうことであれだったんですね。で、私たちが今いろんな、ちょうど ね、今日浴衣を、あの、私たち、あの、直美先生にみんな、あの、帯をね、結んでもらって、実は前からだと全然わからないと思うんですけど、帯の形が全員違うんですよ。それを今からちょっと見せながら ね、うん、この帯はどういう感じでっていうのを見せてもらおうかなと思います。まどかさんから、はい、はい、ちょっと後ろ向いていただいて、ちょっとファッションショーのようにね、見せていただきたいと思います。この帯はですね、なんだっけ、先生どうしてない、先生どうしてない、いや、ナイスですね。ナイスだわ、いきなり一人目からボケていただきました、本当に。あの、吉矢結びと言われてるんですけれども、はい、矢の字という古い名前もございます。あの、これ本当に古典で、もう本当にね、もう昔ながらの帯結びです。結構かっこいいですよね、あの、粋でね、はい、はい、あの浴衣、大人が色っぽく浴衣を着ていただくように、かっこいい感じ、はい、結構、あの、この帯結び大人気でございます。そうですね、はい、あの、電車とかね、乗ってもね、これだったら座っても潰れないですもんね、はい、あの、崩れない帯で形でいいですよね、崩れにくくてね、いいですね、用紙不要の、そうですね、着物着るとよく隠れないっていう方、素晴らしい、この形を取るのに難しい帯で、そうですね、次、ともこさんの方からじゃあご案内して見せてもらおうかな、はい、お願いします。これはですね、まあ、角出しという呼び名もありますけれども、あの、まあ、そうですね、文庫の変形といいますか、まあ、蝶々結びの変形ですね、創作結び、私も一度
一度結ぶと結んだ帯の結び方を忘れるという、あのそう結構即興で結んだりしてしまったりするんですけど、はい、まああの角出し変形、はい、ちょっと粋な感じ、角ね、角これが角になるんですね、はい、そうですね、そうですね、はい、重なった部分がね綺麗ですよね、うんうん、これはちょっと、ね、あのちょっと見えてしまう、今日三重紐もちょっと使わせていただいて結ばせていただきました、うん、あのゴムですね、うん、三重紐っていう紐を使って、あのほとんど自分ではできないんですけど、そうですね、はい、ちょっと難しいですね、うん、これはちょっと難しい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、じゃあカリンさんのは、ね、実はですね、これはねカリンさん、カリンさんの帯結びは、うん、あの今日はねカリンさんがこう自分で結んできてくださったんですけど、手直しをさせていただきました、あの先ほどの吉屋結び、うん、吉屋結びにとてもよく似てるんですが、うん、これは男結びとも言われまして、はい、あのはい、ちょっとよろしいですか、後ろをご一緒、はい、すごく似てるんです、はい、すごく似ていて、じゃあちょっと立っていただいて、はい、とても似ているんですが、ここにはい、ちょっと違うんですね、はい、あのそうなんです、ないんです、はい、少し偏見なんですが、まあ吉屋の方がちょっとね、あの作るのはとても難しいんですね、で貝の口はあの男結び、本当にあの男の人のね、うん、帯結びなんです、それを女性もね結んでおります、はい、男の方は殿方はここにね、この辺にちょこんと、ちっちゃいですもんね、幅も帯がね、帯の幅がね、男の人そうなんです、はい、そうなんですね、はい、それを女性にも使えるんだ、その通りです、すごい綺麗、男結びですけど、全然男結びに見えないですね、見えない、すごい素敵、いい、これも本当にあの昔ながらの帯結びです、はい、ありがとうございます、はい、これも背中、背もたれにね、4日かけて大丈夫ですね、はい、すごい素敵、はい、じゃあ私から行きます、うん、どうぞ、じゃあ広げて、じゃあ私、はい、こっち行った方が、はい、はい、真ん中で、はい、大丈夫ですかね、大丈夫ですか、はい、失礼します、今日はちょっと本当にあの広江さんのは大丈夫ですか、あの大丈夫です、ちょっと見せ方をちょっと失礼します、うん、前から失礼します、そちらから行きます、こっち失礼します、うん、はい、ですね、広江さんのすごい遊ばせていただいて、うん、はい、これはねあの片輪結びっていうのかな、こう片方にこの何ですか、あの羽を持ってきてこちらに流すという、これの変形でございます、でちょっと可愛いお羽をつけさせていただいて、で、帯留めのお紐をわざとね、はい、わざとここで結んで、ちょっとこの辺にアクセントで、こんな感じでチリチリンって感じになってます、はい、でもうちょっとお羽をちょっと立てて、こんな感じでここを膨らますとちょっとアメちゃんみたいになって、うん、あーなんか可愛い、可愛いです、うん、またちょっと可愛くなります、すごい可愛らしいですよね、うん、これね、ありがとうございます、すごい可愛い、素敵、はい、ゆたらちゃん足が、はい、もうちょっとすっごいかっこよくしたくて、ありがとうございます、はい、もうこれ、ね、ママだからママだから流し目をするママだから似合いすぎる、これは、はい、文庫の変形で、文庫の変形でございます、これもね、あの、ですね、こちらの、あ、こちらの帯結びと、はい、ちょっと似ております、ちょっと似ております、本当、はい、似ております、ただ三重紐の変形でやらせていただいたんですけれども、はい、ありがとうございます、はい、すみません、はい、よいしょ、ますみさんの場合は、はい、本当にあのちょっとこちらにちょっと斜めでこう持っていきたくて、はい、セクシーでしょ、なんかこの辺がね、あのとても素敵にちょっとお似合い、はい、赤と黒をこうちょっと配色をね出したいというお要望がありましたので、はい、あのちょっとキラキラと、ちょっと赤と、はい、でちょっとひらひら、ここをひらひら、なんかちょっと動くものが、はい、あのちょっと女性が色っぽく見えるかなと思いまして、はい、
やらせていただきます。これも帯結び、大体結び方覚えてるんです。即興で結んで、はい、即興で、なんかそうなんです。あの帯の長さとか。その場で多分あの結び方の基本は頭に入っているので、はい、そっからアレンジしていくってね。そうですね。すごい、すごい、すごい、やっぱり心の目で、心の目で、心の目で、ね、ね、ありがとうございます。最後ね、あ、もう、はい、ひらひら、はい、これがすごい可愛いで。これは全部ますみさんがね、あの全部ますみさんコーディネートで、はい、私コーデでございます、ね、着物大好きなますみさんの自分でレクチャーしました。はい、あとプロデュースしてます。はい、こちらもますみさんのコーディネートで、はい、これが私の、ね、私好きで自分でコーデして、はい、可愛、はい、ね、素敵、帯と全部、素敵、最後ね、選びました。先生の着物のポイントも、そうそうですね、先生も、先生一人だけ違うよ。なんか先生、ね、先生だけ一人だけ、はい、あの着物っぽい感じですよね。こっち先生、こっち、こっち、立てた方がいいですか、座った方がいいか、立てて、立てて、はい、先生すごい着物っぽい、着物の、ありがとうございます。浴衣なんですか。はい、そう、これ浴衣なんです。ちゃんとバチ襟でして、でそして、長襦袢が、夏の長襦袢ですね、夏の長襦袢を、はい、しっかり着ております。あ、やっぱり着物っぽい。そうですね。結び方も、そう、長襦袢も、ね、帯も、帯も、帯も、この、長襦袢を着て、そして、浴衣をこう着る時はですね、足袋に、はい、お草履、もしくは足袋に、船型の下駄を、はい、履いていただきたいと思います。やっぱりそうですよね。はい、そして帯揚げも夏物で、そうですね、はい、で帯留めで、今日の帯はラという帯です。ラ、はい、ラ、はい、なんかこうメッシュになってるじゃないですか。そうですね、ね、すごいメッシュになって変わってほしいね。これが多分着物感に見せるんでしょうね。そうですね、すごい素敵、浴衣っぽくなくて、はい、すごく涼しいです。で素材は、普通の浴衣、最近の浴衣はとてもポリエステルでも清涼感のある、うん、はい、浴衣が、こう透け感のある浴衣がありますので、うん、はい、とりあえずロワルファーですね。素敵、ありがとうございます。先生は年少でも、先生って着付けこれ一人で全部やるんですよね。そうです。そうですよね、はい、髪の毛ももしかして先生自分でやるんですか。そうです。それ全部は時間かかるんじゃないですか。ですね、この髪はだいたい迷わなければ20分ぐらいで、髪の毛20分、はい、着付けは、着付けも20分で、20分、はい、40分でこれを仕上げる。あ、そうです。すごい、すごいですね。今日はね、私たちもちろんあの自分でヘアセットできないので、ね、みんなまどかさんに、ね、うん、セットしていただいたんですけど、うん、ちょっと私はまだまだあの皆さんあれね、ちょっと説明、先生にやってもらって、やってもらったりお見せしていただいて、もう一度また髪型をこの後ね、ちょっとデモンストレーションをしていただく、はい、あ、ちょっと今日、4人の方にあのヘアセットをさせていただいたので、うん、全員ちょっと違った雰囲気で、みんな並んだ方がいい、そうですね、並んだ方がいい、違いね、並んだ方がいいかなと思います。どういう風にならいいですか。後ろ行きますか。じゃあ前行ってもらう、はい、私の方がいい、はい、あ、後ろ行った方がいい、はい、一番最初マスミさんヘアセットさせていただいたので、はい、まず最初その前髪が一番こう目につくと思うんですけど、前髪すごいかっこよく、これはご自分でされてるんですけれども、この前髪にしたいっていうことでご要望いただいたので、あの後ろはやっぱりその前髪合わせた感じで、もう和の、あの和髪の雰囲気を一気に持ってきた方が合うかなと思ったので、あの面を使って、かっちりした感じの和髪にしていただきました。すごい素敵、まさに銀座のママ、まあ、どちらのお店ですか。待ってますお店教えていただかないと。そうで、前髪に高さが
出てるので、うん、後ろはあのすっきり下、うん、下ですね、首元はすっきり出すようにしてあげた方がこう頭の形が綺麗になるので、うん、あの上の方にウエットを持ってきているような髪型になってます。すごい素敵、ありがとうございます。すごい気に入りました。ありがとうございます。すごい似合ってる。よかった、ありがとうございます。でまたちょっと対照的に、うん、あの、うん、ウェイトとしては同じ感じのウェイトで、うん、上の方に持ってきているんですけれども、うん、あの質感をふわふわさせているので、うん、可愛らしい感じにしてます。で、ま、浴衣もすごい可愛らしいですし、ご本人もすごい可愛らしい感じの浴衣だったので、うん、あのね、すごいこした印象にさせていただいて、ね、すごい素敵に合ってる。髪型上にポイントを持ってくるとやっぱ元気な印象とか、あの可愛い印象とかっていうのが出しやすいものになるので、そういうあの印象で作らせていただきました。ありがとうございます。この場所に大丈夫ですか。はい、井上さんはですね、この浴衣がすごくあの特徴的で、すごく素敵な浴衣を着ていらっしゃったのでこれにで、まあ、帯もすごく綺麗に結ばれてたので、あのこれに合わせてちょっとこう変わったスタイルにしたいなと思って、アシメトリー の, あのスタイルにしてます。アシメトリーですね。はい、こっち側になんかボリューム、まあ、ちょっとあの花飾りがあるのでシメトリーに見えるんですけど、一応、左側は比較的タイトにさせていただいて、右側にボリュームを持ってくるっていうことで、ちょっとあのシンメトリーにさせていただいてます。はい、すごい似合ってる、ね、ね、顔の輪郭とか、ね、ありがとうございます。とても似合ってます。はい、でね、あの、はい、浴衣着た時にね、一番悩むのが髪の毛じゃないですか。はい、やっぱアップにするのに、はい、いつもねプロでやってもらえないので、ね、そう自分でどうやったらいいのかなって、簡単にできる方法をね、うん、教えていただきたいなと思って、っ今日ちょっとともこさんにね、はい、モデルとしてちょっとやっていただきたいと思います。今ね簡単にまとめてもらってますけど、ちょっとあの、はい、じゃあ外してもらって、ね、はい、あの簡単にできる方法ね、今も下目のアップを簡単にさせてもらってるんですけど、これ作るのも下目のアップをさせてもらいます。今まああの流行りとしても下目のアップってすごいルーズシニオンとかってすごく人気があるので、であのお着物と違って浴衣って比較的カジュアルに着れる和服だと思うので、髪の毛もまああの比較的カジュアルに作らせてもらってもいいかなと思うので、なんかね、何か入れてるんですか、はい、っていうのがコメント来てるんですけど、多分これ私の髪の毛のことの範囲じゃないかなと思うんですけど、す、ね、今日入れさせてもらってるのはひろえさんとますみさん、ね、そうですよね、こう後ろのところにね、なんかこう、はい、あんこって言われる、そうです ね, ね入ってるんですよね、たぼげ、すき毛という、ね、ものが入ってるんですね、ものが入ってますね、はいはい、片側だけ重いんですかって、私のこと、ね、いや重くないです、自分の髪なんで、はい、大丈夫です。なんか今作っていただいた間にコメントがじゃんじゃんちょっと来てるんですけど、ご紹介させてもらおうかな。ちょっと直美さんもちょっとひろいさん、タイトル通り素敵に見えてる、素敵に見えてますでしょうか。なんかいくつか行っちゃったのかしら、結構行ったのかな。はじめまして、こんばんは。皆様のお名前が、お名前聞きたいのですが、あ、残念、最初から見ていただければ聞けたのに、もうバレちゃって、番組のあのページ見ていただいたら、を綺麗に出すっていう、なのでどこだっどこかだけが飛び出てるとかってなると、うんうんうん、また形が変になるので、うん、なんでここの一番中心の丸みを決めていただくと引き出しやすいかなと思います、うん、はい、そしたら先にで、このポニーテールのところを三つ編みにしてしまいます。皆さん三つ編みぐらいできるかしら、うん、
ね、できなかったら、まあ、自分でできるかな。そうですね。後ろ手ですからね。見えないかしら。見えないですね。意外とね、器用な人はね、割とできたら。そうですね。ね、やっぱりちょっとね、後ろ手をこういうふうにやってるままっていうのは結構きついかもしれない。横にね、なるからね、ね、やりやすいかもしれないですよね。で、三つ編みを引っ張る。ここからなんですけど、そうなんです。三つ編みを引き出していって、なんか可愛いルーズな感じ。そこも引きます。そうですね。まず横を見ますかね、はい、全体引っ張ってもらったら、うん、今度縦にも引っ張っていきます、うん、これであの三つ編みの立体が出てくるので、そういう小技が知らないのよ確かに、うん、やっぱり横だけ引っ張ってるとただただ平べったい、そうですね、まあ、それも可愛かったりするので、それだけでも十分いいんですけど、やると立体的、そうですね、それ知らなかった、ね、ある程度引き出したら、めっちゃめちゃ、うん、見たい、ね、見たい、自分が見れないからね、すごい可愛い、後で見て、これ丸めちゃうので中間ぐらいまで引き出せば、あとは全然見えなくなるので縛っちゃいます。それをどうするのか、はい、そしたらこの横に行きます、ここに行くときもくるりんぱを、くるりんぱ、はい、くるりんぱね、ね、はい、かわいいですよね、くるりんぱね、使います。で、くるりんぱにしていくんですけど、ここのあの流れに沿って作っていくので、うん、この流れに髪の毛を合わせてから結びます。この結ぶ位置が結構大事なので、だからここで結んであったりとかするとまたスライスが見えてしまったり流れがおかしくなるので、この流れを整えてから縛ります。結構時間か、後ろ目、そうですね、後ろ目ゆるめで大丈夫です。そしたら巻きでいきますか、はい、時間があれかもしれないですね。いい感じ系でちょちょっとくるりんぱを2回ぐらいやって、でまた引き出す、そうですね、10分ぐらいでできる髪型なんですかね。どのぐらい慣れればもう10分でできちゃうと思います。すごいでもね、可愛いですよ、すごい浴衣にあの、ね、やっぱりくるりんってやるのって楽じゃないですか、みんな結構ゴムで手止めてくるくるってやるだけでね、みんなできますもんね、ポニーテールにしててもちょっと形が変わる感じがあってアレンジ効きますもんね、すごい素敵よ、浴衣着るたびにね、あの病院とか行けないですもんね、そう、自分でやるのに ね、なんかこうできるといいですよ ね、だから3つぐらい、結んでくるくるってやってね、くるくるって回してまとめてる感じですもんね、かわいい、夏はみんなね、これ覚えて、うん、そう、ね、自分で ね10分ぐらいでできるって言ってるから、あ、それはすごいいいと思う、あとは止めるだけですかね、先生、そうです ね、この結び目を隠して止めていただければ、はい、いただいて仕上がりますかね、止めたら最後この実はに従って丸めるんだ、はい、あ、かわいい、かわいい、 OK、 いいですね、結んだ位置にピン止めていただければ比較的安定します、すごい凝った頭に見える、見える、
どうなんでやってるんだろう、見えない、見えない、見えない。あとじゃあですね、飾りをちょっとつけてもらっていい感じ系で、すごい素敵です、ぴったり、うん、似合ってる。じゃあ仕上げをもうそこでやっていただいて、うん、はい、じゃあ続けてください、はい、じゃあ次がですね行きたいんですけど、まだみんなでやりみんなでやりたいんだよね。だからそう、それをちょっとこの髪の毛をペロって止めていただいて、はい、じゃあみんなで見せて後ろの姿を決めて完成です。次いきますね、はい、さてここからは企画のコーナーです。今日の企画は、はい、ドキドキ風船パニック。イエーイ、はい、夏美さん説明お願いします。はい、説明します。皆さん、山手線ゲームあるいは古今東西ゲームを知っていますよね。はい、ご存知ですか。はい、はい、お題として一つテーマを定め、そのお題に沿った回答を皆さんが順番に解いていくっていうゲームですね。それを今回は風船を使って風船を持ちながら、風船は徐々に徐々に大きくなるので割れる前に答えてください。はい、いいですか。わかりました、はい、で割れる前に次の人に渡していくんですけど、はい、同じ答えを出したらダメですからね、はい、それはダメです。一度言った答えはダメです。一度言った答えはダメです。そうなったらどうしますか。はい、何回ってほら、もう答えられなかったらずーっと持っていこう、ずーっと持っていこう、頭の上ね、はい、頭の上に持っててください。はい、それでは早速そのゲームをしていきたいと思います。お願いします。ボードがありますかね、お題のボードが、うん、あるある、はい、はい、じゃあもらいます。はい、じゃあひろえさんお願いします。ちょっと待ってね、うん、ちょっと試しに、わかりました、わかりました。そしたらね、お題、はい、スポーツの名前、スポーツの名前、いきますよ。あんまりあるかな、いきますよ、私は、はい、これ止めないで。テニス。はい。サッカー。野球。ラグビー。スキー。アメリカンフットボール。なんだっけ。怖い。卓球。あ、バドミントン、バスケットボール、もう何言ったか覚えてない。テニス、テニス言ったくるくる、ソフトボール、覚えられないね。水球、水球、何がある、スピードスケート、オリンピックで考える、なんだっけ、いろいろらしいよ。あら、だから全部の大きさとは限らない。そうなんだ。ちっちゃいこともあるってことですね。そう、大変。みんな何だとこうゆっくり言ったりとかする。やめて。性格わかるんじゃない？そしたら。怖い。ゆっくりゆっくり。で自分のとこで割れる。最初はゆっくり。別？そうそう。最初はゆっくり。
次は何だろう、ね、次は何でしょうね、次のお題、マスミさんからだね。そうですね、私からですね。いや、もう風船落ちてるし相当膨らんだね、あんなちっちゃいのに、ね、ね、結構時間ね、膨らんで、あんまりひろみちゃんびっくりしてないかった、うん、そう、うん、キャーとかなっちゃうもんね、そうなっちゃう、あれ周りの方が、ね、来ました来ました、ね、周りが膨る、はい、じゃあお題はいいの、風船取って、本当いきますよ何クラシックの作曲家、やばいやばい、わかんないわかんない、さあやばい、いきますよ、当たり前のこと言っちゃうでしょ、ベートーベン、ちょっと待ってください、だってわかんないもん、わからない、誰がいたっけ、誰だっけ、教えてって、モーツァルト、すごい、誰もうわかんない、怖い、まずい、まずい、日本だけ、日本だけ何がある、怖くて全然考えない、日本人でもいいな、日本人、クラシックの作曲家、作曲家、もうさ、マストヘミとかもダメなんですよ、何すごい怖いんですけど、これ怖い、何を言ったかもう覚えてない、誰か教えて、誰だ、何でしょう、ショパン、ショパン、ちょっと待って、それ言おうと思った、何シューベルト、シューベルト、国名、ね、何百カ国もありますけどね、はい、意外と出てこない、ね、そうなんだよね意外と国名出てこない、そうか、いきます、それが大きいんだよ、また日本確かに相当時間かかるよ、どうぞ、あ、アメリカ、韓国、近場、イギリス、中国、フランス、タイ、出てこない、大丈夫、まだ怖いの出てくる、怖いでしょ、ていうかなんか膨らんでなくないですか、これ、いや、膨らんでます、膨らんでるかな、あんまり大きくなってないよね、抜けてる感じ、いやいや、膨らんでる、本当、ほら、膨らんでるよ、なんだっけ、膨らんでないよ、ちょっと怖いんですけど、国の名前、いっぱいあるよ、いっぱいある、行ったことある国とか、行ったことある、フランス語でしょ、エジプト、オーストラリア、そうだ、オーストラリア、カナダ、緊張するとこあるから、シンガポール、アルゼンチン、ベトナム、国ですよね、
何何国に弱い弱いドバイは違う、うん、違う違う、国じゃないと一番苦手全然大丈夫全然大丈夫全然大丈夫、全然大丈夫、はい、よかった先生時間稼いで、はい、北朝鮮インドネシア、インドネシア、どこがあったっけ、パラオ、パラオって国、どこ言ったかな、ね、忘れちゃうね、ニュージーランド、ドイツ、ベルギー、また私やだまだ大丈夫かな。まだ大丈夫。まだ大丈夫。まだ大丈夫。いやいやいや、まだ大丈夫じゃなくて、私が大丈夫じゃない。私が大丈夫じゃない。落ち着け。落ち着け。落ち着け。和の心で落ち着いて。和の心で。かわいい先生。韓国。あ、言った。言った。言ったよね。言った。どこ言ったか覚えてない。覚えてない。覚えてない。え、待って。いや全然耳に入ってこないです。ノルウェイ。え、ノルウェイ。ノルウェイ。はい。スイス言った？言ってないかな。あ、よかった。なんだろう。マレーシア。あ、行ってないとこ、スペイン言ったっけ、スペイン、パキスタン、すごいね、ね、ブラジル、うん、ちょっと待って毎回そこで止まるんですけどトルコ、あ、よかったな、どれくらいまで相当深いホンデラス、ホンデラス、あ、ホンデラス、ホンデラスよ、ピンポン、やめて、モルディブ、え、国違う、モル、国違う、国じゃない、あ、よかった、ちょっと待ってよ、どこ言ったっけ、ポルトガル、なんだろう、まだ平気かな、まだ行けそう、インド言った、言ってないよね、やった、よかった、ロシア、いいね、いいね、まだまだ大丈夫そうだね、でも上の方が見て、ちょっと待って、ちょっと待って、怖い、後ろが怖い、なんかね、あえて怖いでしょ、まどかさん、怖いですよね、あえて私も怖い、こっち行っちゃおう、笑おうとする、こっち行っちゃおう、笑おうとする、笑おうとする、タイムリミットか風船割れるかどっちかみたいな、怖い、出てくる、ちょっと、え、これ、頑張れ先生、頑張れ、頑張れ先生、どこかなんだろう。
リシャ。あーよかった。なるほど。これ相当怖い。もう行くよ。モンゴル。はい。観客の皆様よろしくお願いします。モンゴル今言った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 ごめん。北京あ、アナコラ出た。北京じゃない。ほら出た出た。モナコ。ありがとうございます。すごい。アフリカ。南アフリカ。あーすごい。ちょっと待ってちょっと待って、どうしようペル、さっきペペル、ちょっと待って、カンボジア。あなんでこんなに落ちてるんですか。北京って違うよ。北京は中国。中国、中国、中国、中国言った言った。あ、中国、中国言ったよ。言った私。ちょっと何私の方に何？クロアチア？うれしい。ありがとうございます。また来るかな。あれイタリア言いました？あ、意外とイタリアが行けなかったっけ。今行きたいところどこだ。行きたいところ。行きたいとこどこ？どこだろう。行きたかったけど。近場で近場で。いやなんかもう悪いなぁ。でも私が言おうと思ったら出てる出てるよ。そこ優しい優しい。ありがとう。本当優しい。私が言おうと思ったら出ちゃったけど、なんだろう形が形がもう勉強してきた。なんだろう、何ちょっと教えてください。何何があるの。あと何がある。ブルネイ。ブルネイ。あー、嘘。何？やだ、何？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 あれ言ったの。台湾言ったっけ。台湾言ってない言ってない。すごいすごいすごい。え、アイルランドは。アイルランドは。あ、やった。まだやってない。アイスランド。いや、怖い。やった。フィンランド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 。いいです。スペインって言いました。スペイン言った。あと何かもうね、時間が、ね、何がある。ほら時間が、だね、時間がやめてくれないと。チェコ、スロバキアですよ。チェコ、あ、チェコ、あ、怖い。何、何、ワインの銘柄。あと何、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 何だろう。フィリピン言いました。あ、言った、言った、言った。タイ、タイも言った。あと何がある？北京は言った。あ、違う。なんでみんな北京言うの？ガテマラ。ガテマラ。やばい、やばい。バリ？バリ言った？バリ。バリは国じゃないです。バリ島じゃない。そうだ、そうだ。この番組は、
もう盛り上がりすぎちゃって忘れてるね。暑いよね。ケーキ預かりちゃった。ケーキ。もう耳がキンとしてるもん、はいはい、地元に強い不動産ネットワークでおなじみのセンチュリー21グッドワンサービスと、ピッ変わるかな、変わるかな、タイムラグ、タイムラグ、はいはい、モデルのような写真を撮ってみたいという女性が憧れる夢を叶えてくれるアイディーズスタジオの提供でお送りしました。実はね、今日アーニーズスタジオのアーニーさんが観覧にいらっしゃってるので、ちょっとご紹介したいと思います。ぜひぜひ、ねえ、ぜひ、なんかピーコン散らばってるけど、どうぞ、一緒にやればよかったですね。髪がない、危ない、大丈夫アーニーさんはね、表参道でスタジオされていて、今日なんか表参道の方が多いですね。そう、みんなお仲間で、うん、7日まで、みんなね、近いから、うん、第3日曜日、別にね第3日曜日、うちお休みなんです。あらあら、特別開けましょうかね、うん、そうですね、浴衣を着て、うん、はい、何年前からされてる？もう23年、23年間ね、表参道でスタジオされてますけど、はい、どういった写真とか。そうですね、ネットですね、写真出せます。なんか素敵なお写真が、いろいろとあるんですかね。基本的にはポートレートっていうか、まあ、お顔を撮るんですけども、はい、いろんな方がいらっしゃってますけど、今はですね、特にそのクラシック音楽のアーティストの方が多いです。だからさっきの問題ね、こうやったら1回でも出たんですけど、ね、そうか、アーニーさんに聞けばよかったんだ、答え教えてくれなかった。あ、なんかすごい素敵な、画面にね、今ね、すごい。でこれはまあ、モデルの人とかが多いんですけど、黒人の人はね、あれはある英会話教室の先生です。素人さん？素人さん。モデルみたい。すごい赤く見えるので、ちょっとセミヌード撮りたいんですけどっていうの来たんですけど、一応ちゃんと親の許可もらってねって言ったら、私24ですって。いうことで撮りました。すごい素敵な方、白黒の写真は音楽家ですね。で上の方がピアニストで、下フルーティストなんですけど、2人ともすごくお綺麗で、モデルさんみたいで、肘にこうついている、彼女は18歳のモデルの子ですね。若い、外人さん。そうなんです、外人さんですか。外人さんです。まあ、こういう方たちだけじゃなくて、一般の方も撮ってますけれども、まどかさんがヘアメイクをしてくれたりして、はい、で、まどかさんのご紹介で松本ひろえさんがいらっしゃって、で松本ひろえさんからミセスジャパンとか、ね、いろんな方がいらっしゃったりして、下は新生児から、上は90歳ぐらいまでいらっしゃってます。どなたでも撮りました。またね、はい、銀色の前に立ってる子は、あれはまだ中学生ですね。うっそ、で、まあセミプロみたいなモデルの子ですね。私たちもあんな感じで撮ってもらえるんですか、モデルさん。まあそうですね、頑張っていただかないといけないんです。だってあれ、さっきの文章、モデルのような夢を叶えるって言ってたのね。ね、頑張ります。はい、ねえ、ああいう写真撮ってもらいたいね。私たちもその気になれるように、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、あれあれ、これなんですか。この人はね、世界でもすごい有名なシャックス奏者なんですけど、まあ、誰ですか、誰ですか。誰かに似てるけど、誰か、なんかちょっと見たことある。なんかちょっと、あれ、誰か、誰かに似てる。赤い服着た方。実は私なんです。ちょっと趣味でサックスやってまして、で、ライトのテストで自分でそのセルフタイムで撮ったりするんですね。そうするとお金もかかんないし、言うこと全部聞いてくれるんです。一番いいモデルなんですね。自分が一番もいい、やりやすい。別にナルシストじゃない。今日は着物がテーマだった、テーマだったから時々着るんです僕も。ね、でそれこそね、帯は貝の口に自分でやります。へ、うん、
ただ今日は仕事だったので、うん、あの着物着れないんで、今日はあのなんかこの裏地とか、ね、そうそうテイストで、うん、歌舞伎の柄のアロハを、うん、すごい今日の輪に合わせていただいて、ね、いただいてありがとうございます。本当に楽しくて皆さんね、滑舌もよくって思ってた。待って、それプロみたいと思いましたけど。いやですか、超盛り上がりで。今日 何十万人ぐらい見てるんですか。今日は100億人ぐらい。全世界で発信されてますので。なんかね。アーニーさんのスタジオね、全世界にぜひ、ね、そうですね、宣伝していただいて、この場で全世界の方からね、はい、あの来ていただけるように、ね、はい。ぜひいらして、あの英語とスペイン語もできますから。あ、そうなんですね。でもアニーさんスタジオで写真を撮るときって、はい、やっぱり高いんじゃないんですかね。まあ家賃もね。高いんでしょ。家賃も高いんで。なんて言ったっけ、アニーさんの腕がね。アニーさんだけのちょっと腕。そうなんです。どうしよう、高いんでしょうね。まあね、そこをまああの今回は。今回はちょっとですね。はい。あの頑張って、ちょっと安く提供しようと思いまして、あの番組見てる方に、そうそう、来ていただくと、はい、普段撮影料に1枚プリントがついてるんですけども、うん、プラス2枚、計3枚を差し上げることにします、うん、あ、プリントしたもの、はい、そうです、そうです。だからご自分のためもありますけども、あのご主人にあげるとか、でご主人いない人は恋人にあげるとか、で恋人いない人は大人に配るとか、あのお見合いに使うとか、なるほど、何でもできますので、あのぜひ、それブロマイドとしてちょっといくらかで売っちゃうとかね。そうですね。ひろえちゃんのブロマイド。あの売れるもんなら売ってみろって。厳しい。厳しい。でもね、アリーさんの腕で取ってもらえる。そうそうそう。モデルになるかもしれない。そうです。ね。まあ騙される人は騙されていただいて、じゃあ、 あの、はい、素敵に あの見せてを見たと言って、アーニーさんのスタジオにそうするとプリント2枚、はい、連絡してみてください。ありがとうございます。素敵、ありがとうございます。だからもうね、あとね2分なんで、あ、1分半しかないんですけど、あの10秒ぐらいで告知ある人、はい、あ、もうさっさとさっさと言っちゃいことある、はい、もうどっちかな、どこだろう、早く教えてください。言える人から言って、はいはい、メンズネイルケアデュード、レディースネイルケアデューモ、この素敵に見せて、はい、素敵に見せて見ていただいた方、あと1分です、はい、には、はい、あの先着30名1000円引きでやらせていただきますので、はい、ありがとうございます。1000円引き、はい、1000円引きです、はい、します。先ほどから何度も宣伝していただいてますが、第3日曜日着物の日を毎月行ってますので、ご都合のいい時にぜひ参加してください。はい、ありがとうございます。40秒、はい、10秒で、10秒でいいですか、10秒、大丈夫ですか、もうないですね。はい、すみません。それでは、タイトルコール最後いきますね。はいはい、せーの、素敵に見せて。ありがとうございます。来週また8月に次回放送しますので、はい、また見てくださいね。来月また会いましょう。